クレイジーダイヤモンドチーズチョリースジョニー君だーというわけでな、今日はな、やるんはな、東方丈介のクレイジーダイヤモンドを最強にする方法やってこれをやってこう思うてんで、もうお決まりやろ。チームはこれやって、ノーマルのな、東方丈介とな、ボイス付きメローネやって。見ようか。東方丈介がな、これやって。もちろんこれやで、ノーマルやで。ノーマルのこのクレイジーダイヤモンド、X 字状のな、パネルを作る東方丈介、スキルレベル2やって、85枚もかかるんよ。重いんよ、これな。これめっちゃ重いんよ。スキルレベル1も85枚やろ。な、1も2もな、変わらん感じやけどな。あとな、これやって、メローネ、ボイスアリー、これもスキルレベル1やって、この2人を使うてな、丈介をな、もう最強にしよう思うとる。で、このメンバーやって、シールこんな感じでな、まあ、要はあれやね、適当に言っても4パネルできる感じやし、な、ちょい考えれば5パネルいける感じやし、うまくすれれば6パネルいける感じやから、丈介を最強にしたろうや。みんな行こうか。そうな、で、これな、メス重い感じやからな、1回目のスタンドアップタイムスルーするかもしれへん。1回目のスタンドアップタイムスルーでな、2回目でやるかもしれへん。ちょ、ほんな行こうか。レッツゴーやで。ちょ、コイン行こうと思って、レッツゴー。ちょいな、1回目やな、無理かもしれん。うまくいけば1回目狙ってまうけど、うまくいかんかったら2回目に狙うわ。なあ、重すぎないよ。すばへん、スキルやっとらんからな。あ、消されてもうた。ボックス作るやろ。わしはボックス作ってまう。ボックスを作る男。ジョニー君だ。あ、ちょ、これ、あ、ちょ、足りへん、足りへん。これちゃうね、こんなんちゃうね。わし、これボックスやわ。これボックス、あ、ちょ、こいつ、あかんな。あ、1回目のスタンダップもあかんわ。間に合わんけどな。ワンチャン狙おうか。こんなんで諦めたらあかんよ、わし。もう、ジョ魂やで、みんな。なあ、ああ、ジョジョ、一応狙っていこうか。あかんけどなぁ。あかんかなぁ。あかんかなぁ。あかんかなぁ。あ、来た来た。よし。で、これやろう。ああ、これ、むずい感じやね。厳しい感じやな。厳しい感じやな。あ、え、嘘。発動せん。うわ、メローネ発動せんかった。メローネさん。メローネさん、ちょ、しっかりやで。わぁ、ちょ、ジョースケ。ジョースケ使ってもうた。あ、メローネさん。メローネさん、もうちょい頑張ってくれてもええんちゃう。メローネさん。メローネさん。メローネの旦那。メローネの旦那。嘘。うわ、最悪やわ。ちょ、こんなあるん。こんなあるよね。え、こんなある感じなん。ジョースケ。あ、来たわ。ジョースケ来たわ。危な。こっからどないするからな。わしの計算やったら、これをここ置くやろ。あ、で、メローネやろう。5パネルやね。足りへんわ。ギリ5パネルやわ。6いかん。あ、6いったわ。ナイスやん。見た。最低6やで。東方丈介。ドラ。110のままやって。110のまま。東方丈介最強になるやろ。あとはスキルレベルやわ。このノーマルでもな、いけるんやで。なあ。さすがやね。ええな。ドラいってるで。ドラいってるで。どんなもんやね。まあ、丈介ないですよね。すんごいな、爽やかな気分やって。あ、新しいパンツを履いてばかりだな。正月元旦の朝のようにな、爽やかやって。いうわけで、見たって、149万点やって。約な、150万点やな。で、お金が1255円やわ。いうわけでな、戻ろうか。丈介さんのとこに行ってもうて、丈介がな、言うてんで、別にな、切れちゃおらんよ。でもな、頭に血が昇っただけやって。冷静やって。全然冷静やって。お前のおかげで目が覚めてもうた。ただそれやけって。かっこええな、この二人な。いうわけでな、わしが今回言いたかったんがな、もう全部一巡したやろ。ジョルノから始まってな、ジョナサンやったやろ、ジョセフやったやろ、クージョ・ジョータラやったやろ、東方丈介、一巡にしてな、ヒーロー全員部やったやろ。これからもいろいろやってこう思ってるけどな、最強シリーズやな。言いたかったんはな、スタンドを愛する気持ちやって。キャラを愛する気持ちだってん。でね、全部メローネ使ってきた思いよ。メローネが強かった意味もある思いよ。でもな、キャラを愛してな、スタンドを愛せばな、どんなやつでもな、もうな、ジョ魂持っとったらな、無敵になるんやで。最強になるんやで、言いたかってん。いうわけでな、みんな最後まで見てくれておきに、よかったら、チャンネル登録、高評価、よろしく頼ます。で、みんなもジョニコンさんと、最強のキャラを目指す仲間、なろうや。好きなキャラ、好きなスタンドやで。な、ほな、あったかくして、寝るんやで。チーズ。